先ほどの続きですけども、まあ、今回は動画つなげないようにしておきますね。2023年、8月の19日、4時24分、まあ、大リーグの方たちへのメッセージということで、まあ、先ほどちょっとワンピースの話し始めましたけども、あれ、もともとの、僕始まりで1998年ぐらいから、ストーリー構成はこうで、ああでっていう形で始まってるんですよ。で、断片的にね、みんな聞きに来たりとか話するから、いろんな話をとりあえず集計して、で、ストーリー構成をある程度作ってるんですよ。で、なぜポーネグリフなのかって言ったら、結局、僕のホームページは YK 好きの履歴から、昔のね、時代とかで、その、貿易、つまり、海の交易ですね。そこで、まあ、マルコ・ポーロとか、いろんな人たち、まあ、不死鳥になっていますけど、まあ、別方向で考えると、僕もいろいろ考えますから、まあ、フジテレビで放送していた、ちびまる子ちゃん、作者がお亡くなりになられてもテレビで放送してるっていう話をしたら、まあ、アニメーションの方で、副市長のマルコの目から涙が、みたいなね、形で、まあ、うん、まあ、制作者の方たちは、まあ、それなりに事態を考えて、対応されてるんだと思いますけど、まあまあ、どちらの話が本筋かっていうと、まあ、まあ、マルコ・ポーロかもしれないですし、うん。名称見てもらったらね、ヨーロッパの方でも7年戦争とかあったじゃないですか。だから、戦争なんかしてしまったら、本当に英雄なんかどこにも存在しない、本当は。だから、自分の国の国民からも家族とか戦争で巻き込まれて、死ぬでしょ。自分、大将が全然現場行かなくてどうするんだっていう話になるんですけども、ちょっとここでね、ちょっと今回は台風ヒラリーが発生してますから、まあちょっと柔軟な対応ということで、対応します。キザル、ワンピースの三大将の、まあ、あれも世代交代とか入って、入れ替わり何もしてるでしょ。あれ何回もされたらそのうち、大将何人いたっけっていう話、絶対になります。ややこしくなりますから、年数の経過とともに。で、大将を刻むっていう人、まあ、映画に一部出ていたことがあるらしいんですけども、僕も本当のところよくわからないんですよ。僕は、神戸市立ホテルフルーツフラワーパークのレストランカトリアで勤務していた時に、調理人として、コックさんとして働いていました。カトリアのレストランで。まあ、その人の顔が似てるんですよ。で、まあ、名札は木原っていう名札だったと思うんですよ。で、その人はね、言わざる、聞かざる、見ざるっていうね、こう、まあ、中国の方だったらわかると思うんですけど、木のお猿さんの置物でね、こういうのと、こういうのと、あと、まあ、こういうので、要するに、聞いてません、見てません、言っていませんで、とぼけるって。はい、セーフ行きっていうことで。もう今までの話聞いたらわかるでしょう。もう一つ、忘れてる話つけといた方がええんちゃうかっていう話でね。で、これ裁判と同じで、ファイナルファンタジー4で、ガラフっていうおじいちゃんがいるんですけども、うん、ご老体の人も急にいろいろ思い出したりするから唐突にメテオとかを思い出してまあ隕石の話ですけどねこれ政治とかであって隕石理由に何を身勝手にミサイル作ってんのって
今更ここでみんな加入したでしょって、エネルギーの残存量問題もうみんなで話し合ったでしょって、また中東戦争したいのもって、ちょっとぐらい高い価格で買ってあげなさいっていう話でね、そうしないとあっちもこっちも身勝手に国民からの税金巻き上げた政府側の病院関係とかそういうところ、いっぱい車に乗ってる連中がたくさん発生してしまってる。こんなことしたらエネルギーが急になくなって終わるって、そのガラフのごめんなさいね、 どうしても真面目側だから真面目な方向の話進んじゃうんですけども、あのお孫さんのね娘でククルっていう名前なんですけども、法律でククルっていう漢字があるんです。首つるんじゃないですよ、そのククルっていう意味を。いやだからあんまりそう、もっと先の死刑判決ももっと先まで考えたら公主刑だから首つりので、ちょっとあんまりその話を混ぜると今回のあのね、そのまあアメリカで発生してると思われるヒラリー、もしかしたらねこの間日本の方に強引に寄ってきたタイプ、それがだ、一番昔もこれみんなで話し合ったんですけども、ある程度もう多分あいさんの言ってることが本当だっていうことで、本当にそうだと思うっていう話になった時に、これ言論の自由と効率性を混ぜ込んだら中国の方に行きそうな時に中国政府の悪い分をしっかりと言及すると、それ一応中国の方に行こうとするのか日本の方に行こうとするのか、まあ、判断難しいんですけども、どうなるのかな、まあまあ、まあ、2021年のあの大雨の降り方見たらどこもかしこも水害ですよ。あの世の人たちから見たらもう全部丸見えですから、全部丸分かり、もう全部あのバレてるから、生きてる人間がしてることなんかね、もともと州は株式会社で働いていた警察官が人命会病院っていう西宮市の、精神病院の医者に勤めかなっていて、州は株式会社を訴え始めた時に僕精神病院に入院させられてるんですよ。だから政府側のものすごい隠蔽、その時に大雨になってるんですけども、長時間労働させるんですよ。その店長だった人間もどうやら警察官で、僕に一月300何十時間働かせて、年末の新人の時に13連勤させられてるんですよ。朝8時出勤で仕事終わるの早くて22時30分、それ13連勤、もう持たない、もう灯油の巡回販売の仕事だったんですけども、もう腰が痛くて痛くて、もう本当にきつくて、もう苦しかったですね。正直僕を精神病院に連れて行った2021年のじいさんに関してはじじいでしたから、1956年売春防止法でしょう。で、その法律がいつの間にか出来上がっていたっていうのが公務員の実態だから、もう昔はむちゃくちゃな世の中、本当に。テレビの放送自体、エロシーンめっちゃくちゃ放送したから。それ暴力団か。本当はそういう判決ある。ワンピースの話もさなかったら、まあ、漫画だからいろいろ気づいたらね、どうしても笑ってしまうシーンっていうのは意図的に作ってるのが、北斗の拳の話に戻しましょうか。なぜ YouTube でそれが一番大事っていう名曲があるんですけども、その曲も投げ出さないこと、逃げ出さないこと、まあいろいろ述べてるんですけども、曲調とかもう頑張ってピアノ弾きながら歌ってるから、それが一番大事って言ってるんですけど、一番本当にどれなのって
突っ込まれ方と、あと北斗の拳ね、主人公の拳四郎とか、一応まあ正当防衛側なんですよね。だけども、相手叩きながら、あたたたたたたって言ってるでしょ。あたたたたたたって、あれね、本当のこと言うと、テレビ局と芸能界の人たちがこれどうしても昔から使ってる手法で、本当は大企業とか、英語で言ったら、略字ね、ゼネラルモーターを GM とか、ああいう風に表現したりするの略語を使ってごまかしし始めるっていう方法。違う違う、そこの国行ったんだったら、カタカナでフルネームの名称をつけなかったら、そんな。短い略語の文字ばっかり、世界中の会議の数あんなにたくさんある、それ全部略語の英語にさ、何の会議言われて本当にわからなくなる。もうちょっとお腹がちょっと痛かったんですけど、もうよじれそうになって、本当は日本人って痛い時に「あいた!」とか言ったりするんですよ。わかります？ケンシロウの小さい言いを羽振りって、あたたたたたたた、相手の代わり自分が言っといた。ちょっと待って、しゃべれなくなった。本当正当防衛ってひどい挑発行為、過剰防衛。なあ、まさかの主人公が指先一つで歌詞歌の方、指先一つでダウンさっていう話。いやもうちょっとね、もう涙を交え始めたんですけども、いろんな話が混ざって、停電と同じ指先一つで本当にダウンって言っちゃった。まあじゃあ北斗の拳の話に戻すと、主人公がまさに相手側敵役を人体破裂、こんな怖い主人、なかなかおらん。北斗神拳とかいうわけのわかんないけど、壺の話が混ざってるでしょ。どうせ配給マッサージ悪いの。で、中国の人も本当は知ってるでしょこの話。クリリンとかがおでこにお灸据えられてるでしょ。仏教は中国から日本に渡ってきたんです。中国のせいにするわけじゃないですよ。日本のことは日本の方で、僕の方が厳しい通達してますから。本当のことを言って。暴力事件を起こした人たちがよく考えたら、少林寺ってお寺さんなのに、お坊さん、供養する人が、少林寺拳法なんで人殴ってんの、逆人殴ってしまって多分殺してしまってる、だから供養しなさいよっていうことになるんですよ。お坊さんになりなさいよって、頭丸めて反省してるから頭丸めるんだから。日本のプロ野球業界で言うんだったら、髪の毛染めている人間とか今ね、もう早く丸坊主にしないと、それぐらいで勇気あるかないか分かるんだが、僕自分から率先して美容院に、まあ、あれこれ何回も言われて、髪の毛人生で絶対2回いないんです。髪の毛染めさせられたんですよね。
まあ、みんな美容院から足抜けしないと。足抜けっていうのはその業界と決別をつけると、まあいつか誰かは注意しなきゃならないですからね。言いに行ったりとかして、だから違法行為で金稼ぎをしてた連中ですよ。義務教育で習ったんですから、みんな髪の毛剃っちゃダメですよって、それテレビで放送してるんですから。であと優勝した時のシャンパンファイトって呼ばれるやつね、あんなこと絶対しちゃダメですよ。だからそんなものは F1 とかろくでもないことをしてた連中がエネルギーの残存量問題とか真面目に考えないで、金儲けすることばっかり考えて、あんな無茶苦茶なことして死亡事故いっぱいあっちこっち発生させてる。ラリーとかもそう、見に来た住民とかに突っ込んでるから、死亡事故、交通事故、業務上過失致死、逮捕、刑務所行き、ちゃんとトヨタの社長謝りに行きましたっていう話ですよ。自動車業界代表者として日本のね、金庫系人引いて人跳ねた方で、それもラリーレースしてるとこよく見たら発展途上国の人たちのところでしょ。法的に訴える力がないところ狙って試合してたんですよ。あれがまがいものの世界で、日本にコンビニエンスストアに関してですけども、 CCC カルチアっていうところがコンビニエンスストアを出店したみたいですね。だから営業時間守らないエロ業界だから、朝の7時から夜の11時までですよ。だからセブンイレブン、夜中なんか開けてたら夜中にタモロする連中出てきたらどうするのって、絶対悪いことしようよって。タモロしてる時点で悪いことしてるの、学校教育で習ってるからぜ。だから口座の海外のその企業の口座の差し押さえとか、まあそういう話になるんですけども、2016年に関して日本借金減らせましたからね。だからどれぐらいの範囲で口座の差し押さえができたのか、それ認可していた国なんか絶対無理でしょ。国の人たち国庫に返納しなさいよっていうことになりますよ。お金、公務員の人たちね、まあ、議員とか含めて全員公務員ですよ。まあ日本で言ったら三井住友、三菱、まあもともと旧財閥のところね、あと富士グループ、富士グループも確か銀行持ってたと思うんですけども、銀行なんか持つところが大体悪いことしてるところ、昔からそう。ほんと。で、仮想通貨をアメリカ政府は一時的に認めてしまったんですよ。あ、絶対無理。世界滅びる。ね、マネーゲームしてるところの総本山どこって、ニューヨークかワシントン。はぁ、あ。で、三井住友銀行の窓口に仮想通貨って本当に現金お金に換えるんですかって聞きに行ったら表を見せたんですよ。いや、インターネットずっとほら上がり下がりよって、ほんまや動いてるって裏の方に走大急ぎ走ってはないけども早歩く大急ぎで聞きに行っていて
従業員が自分の仕事 何をしたらいいのか分かってない連中多すぎる。どこの窓口行っても燃えたちょっと話、なんか楽しい話戻しときましょうか。まあけどもう今日本時間でね17時24分なので、ちょっと今日も阪神タイガースの試合があるんでね、これ日本日付でちゃんと見といてくださいね。8月15日、これで試合の時間帯じゃない時間軸で笑っているからといって今日阪神タイガースが負けたんだったとしたら、もう YouTube にいっぱいアップロードしましたから、阪神タイガースに誤りの失点の誤失点の被害はなし、これ言ってる。でかといって巨人が得点するのはなし、かといってヤクルトが得点するのもなしで、まあ喋ってる声も頭の中も心の声も使います。どうしてもそうなります。で使わなかったらコンピューターにねじ伏せられます。コンピューターをまず味方というわけじゃないですけども、僕もだいぶしょっちゅう攻撃されてるから、今日もいろんな音とか声とか聞かされてます、スポーツの時間帯だから。アメリカもあれほど愛圭介に音で攻撃しちゃダメだって言ってんのに、何もかも話めちゃめちゃになるでしょって言ってるのに、ちょっとね、お昼ご飯もまだ食べてないんで、どうしてもそうなるんですよ。だからなんで、なぜこんな時間に昼ご飯を食べるかって言ったら、もう延長戦9回までだぞって言ったら、まだ12回で粘ってる連中がいて、どうせ読売ジャイアンツとか、勝ちたがったらそうなる。精神的に。淡井圭介が我慢の限界来て食料を食べたら点入るから。ダメよって。逆。その点数今まで返しなさいって。そういう話。それで得てきた得点、もうしっかりとアメリカのジャイアンツも叱っておいてください。本当にもうこの日付もう一回見せときますよね。日本時間の日付見えにくいかな、読みましょうか。2023年の8月の12日土曜日13時23分、これをアメリカの時間軸だと11日日付変更戦でね、で、日本時間の13時23分でこれぐらいの頃がね、レンジャーズがアメリカのジャイアンツと試合していて2対0だったのに、淡井圭介が食事しただけで向こうのジャイアンツの得点しよう。世界戦も実はそれ同じ。誰が考えたのこのルールって。卑怯なことしてまで勝ちたかったって。 e スポーツっていうものはルールを開示しなきゃならないんです。僕が作ったルールじゃないです。もうバレてるんです。バレた後今更スポーツ業界とかで頭上がる人間なんか一人もいません。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。食事してきます。